どうもー、はじぼけおしろうでーす。なんか暇ですね。暇になったらやっぱ動画撮れるようになりたい。腰痛いんだよね。腰痛い。どうしよう。めっちゃ腰痛い。最近なんか元気がなくなっちゃってさ、早くうつ治さなきゃな。なんかうつをずっと治してない状態なんですよ。っていうわけではないけどさ、なんかまた元気出なくなっちゃった。でも病院行きたくないんだよ俺は。歯医者も行きたくないし、あったかないやん。右の上奥歯がね、右上奥歯がほぼ虫歯なんですけど、虫歯だけ言ったら多分無数に虫歯あるんで、ちょっと違う。歯磨きはしたいんですけど、元気がないから歯磨きできないんですよ。最近なんかね、元気がなくなっちゃった。どうしよう。ね、まあ、元気がないから自殺するとかないし、そういうことはないんだけど、なんかね、元気ないね。早く病院行かなきゃな、マジで。入院したくないしね、俺入院してくださいって言われたら絶対急いで家帰るから。入院していいわけないじゃん。そもそもそんな精神がやべえやつがさ、入院していいわけなくない？よくよく考えたらさ、入院だけは絶対にしたくない。病気の入院、そのなんか精神患者のなんかそういう入院ってよくないから、まあ、ただ元気出ないです今。なんかその絶対嘘の薬、ちょっとね、嘘の薬を今飲んでるんですけど、まあいいや。プラシーボもないからね。まあ、いいや。ちょっと元気ないな。明日ピザ食いて、いや元気ないときはとりあえず漫画買ってみようかな。どうしよう、彼方のアストラなんとなく読んでみようかな。マジで元気出ない。どうしよう。俺いつも車移動じゃないと外出れなくなった。単純に俺周りのね、学生に俺の姿を見られたくないんですよ。なんかしっかりそういうさ、精神病なんだけど、本当に俺病院嫌でね、行きたくないんですよね。診断したくないからさ。薬だけもらいたいんだよな。きついから、俺病院行けないから。なんか頑固になっちゃってるんですよね。絶対に病院行かないっていう、その本当にきついな。元気が本当出ねえ。何をしたら俺は、飯だな。飯食おう。飯食おう。
マックでも食おうかな、明日。どうしよう。なんか本当に元気出なくて、マジでやばい。鬱だな。というか、俺常にそうなんです。風呂入れないし、爪切れないんですよ。でもこれ、しっかりとした、なんかそういう鬱なんだろうけど、ずっとほっといてきたから、でも絶対になんかもう病院行けないんですよ。暑いな。ガチできつマジで無理。明日なんか飯食うわ。今ね、漫画の欲が来てるとかじゃなくて、単純に元気がなさすぎるだけなんで。ちょっとね。やばい、暗い話あんましたくないけどさ。やべえんだよ、今。あ、違う。冷房つけりゃいいかな。あ、運転中かい。うざいな。運転中なのにこんな暑いんだ。嫌味じゃん。エアコンに嫌味言ってくるやついるじゃん。キングダムでもようも。キングダム最新話見ます。
面白い。いやさ、キングダムの家具国救済時でばっかだよね。超ペース早いの、救済の。でもそれは多分違うんだよ。俺が救済のペースを把握してないから、ね、その救済早って思ってるだけで、ワンピースは救済のペースを把握してるんですよ。あ、もうそういうペースがあるんだってなったら落ち着いたんですけど、あのね、やっぱその救済のペースを全く把握しないで見るとすげえ早く感じるだけで、別にそんな早くないと思うんですよ。家具国でキングダム事後救済だし、ね、疲れた、冷房が働かねえ、疲れてばっかり、マジで精神が落ちんじまってる。どうしよう、普通にジュース飲もうかな、精神がやばいとき。じゃあ